こんにちは駒さん小森康でございますえ宝塚歌劇団の団員さんが飛び降り自殺をした件について、えー、新しい情報が入ってきました上級生から強烈なパワハラを受けたんだということを遺族が訴える記者会見が行われたということです。ここまで、えー、歌劇団の方が固くなにこう隠蔽をしてきた まあ歴史的な背景まで遡ると100年を超えるその歴史の中でさまざまないじめがあったりというパワハラがあったりっていう問題があるのでしょう劇団員だけではなくスタッフを含めたですねさまざまな記憶正しく美しくと名ばかりに内部のドロドロとしたものが今あふれ出てきていたわけですけれども。 ここに来まして、遺族側が会見をして、えー、ひどいことがあったんだということを、遺族の立場から話をし始めたというのが、実に大きな大きなあ変化だというふうに思います。週刊文春がずっと書いてきておりましたよね。まあ、それは過去の事案もそうですし、 えー、今回いい、飛び降り自殺をしてしまったあ彼女のその事件の直後からでさまざまな報道をしていました、しかしいい、劇団側は事実無根であるというふうに言い続け、うん、そして聞き取り調査を形ばかりにして終わろうとしていたわけでありますが。 え、今日、お、空組の、お、アリア、キーさん。二十五歳で自ら命を絶ったわけでありますが、その遺族が、あ。弁護側がですね、え、記者会見をしたということであります。え、その速報を、まずお伝えいたします。 えー、FNN オンラインでは実名は出ておりませんが、空組に所属する俳優の25歳の女性、9月30日、宝塚市のマンションで死亡しているのが見つかりましたと、えー、宝塚大劇場の見えるところから、自ら身を投げたというわけであります。今日の会見で遺族側はコメントをここうしています宝塚歌劇団に入ったこと に,ゃんにより空組に配属されたことで娘は亡くなったと憧れの宝塚に双子の妹に1年遅れて怪我をしてそれでも入団をして期待されていた彼女しかしそれがそれが自ら命を絶った原因であるのだとそして上級生による指導などという言葉では言い逃れできない パワハラ、上記を逸した長時間労働により娘を極度の疲労状態に置きながらこれを見て見ぬふりをしてきた劇団にあるとして責任を認めて謝罪するように求めたのだそうですまあ、これはもうその有キさんだけでないといえばもちろんそうなんですけれどもその中でも 彼女に対するもういじめという言葉では言い表せないようなもう犯罪的行為、えー、そしてそれが当たり前のように行われていてそして彼女が亡くなった後もお亡きことにしようとしていたあそういったことが文春には毎週のように取り上げられていましたしかしここに来て遺族側が おおむねその文春の報道を受ける形でですねええー、歌劇団側を訴えているということになりますともう本当に宝塚歌劇そのものジャニーズ事務所がまあ名前は変わって新たな事務所でジャニーズとしてやっていくという動きもまだあの白波瀬が辞めたとはいえ力を持っているというようなことを考えると 宝塚歌劇がこの後どう動くのかは分かりませんけれども、しかし、ジャニーズファンがあー守ろうとしてもやはり世間が許さないのと同じように、宝塚大好きなファンの皆さんがいくら言っても、やはりその美しい舞台の裏側で常軌を逸した世界が繰り広げられていたのだということが、これで、えー、家族の側から、遺族の側から明らかになったわけですね。 双子の妹はまだ劇団にいるわけでありまして、ちょっとその細かいところは記者会見の内容がわかりませんけれども、その立場があっても、このような会見が行われたということに驚きを感じるとともに、遺族の深い悲しみと怒りを感じます。宝塚歌劇団については、 劇団は娘が何度も何度も真実を訴え助けを求めたにもかかわらずそれを無視し捏造隠蔽を繰り返しましたというふうに言っていますまあこれは学校におけるいじめ事件で学校が校長が教頭が担任がああ,あるいは教育委員会が という意味で言うと日本に救っている病相なのかもしれませんけれどもこういったところにも広くメスが入るきっかけになるのかもしれません遺族の訴えと題されたコメントが出ておりますのでここでご紹介します娘の笑顔が大好きでしたその笑顔に私たちは癒され励まされ 幸せをもらってきました。けれど、その笑顔は日に日に亡くなっていき、あの日変わり果てた姿となり、二度と見ることができなくなってしまいました。くりくり動く大きな瞳も、柔らかい頬も、愛おしい声も、何もかも私たちから奪われてしまいました。 どんな辛いことがあっても舞台に立っている時は忘れられると娘は言っていました。けれどそれを上回る辛さは忘れられる量をはるかに超えていました。宝塚歌劇団に入ったこと、何より空組に配属されたことがこの結果を招いたのです。本当なら 今年の夏に退団する予定でしたが、突然の同期2人の対談の意向を知り、新人公演の長としての責任感から、来春に延期せざるを得なくなりました。それは、娘自身のためではなく、自分が辞めたら1人になってしまう同期のため、そして下級生のためでした。あの時 自分のことだけを考えなさいと強く言ってやめさせるべきでしたなぜそう言ってやらなかったのかどれだけ後悔してもしきれません大劇場公演のお稽古が始まった8月半ば以降娘の笑顔は日ごとに減ってつらく苦しそうな表情に変わっていきました それは新人公演の責任者として押し付けられた膨大な仕事量により、睡眠時間も取れず、その上、日に日に、指導などという言葉は当てはまらない強烈なパワハラを上級生から受けていたからです。その時の娘の疲れ果てた姿が脳裏から離れません。傍らにいたにもかかわらず、切羽詰まっていた娘をすっ 救えなかったというやりきれない思いに苛なまされて続けています。劇団は娘が何度も何度も真実を訴え、助けを求めたにもかかわらず、それを無視し、捏造、隠蔽を繰り返しました。心身ともに疲れ果てた様子の娘に、何度も、そんなところへ行かなくていい、もうやめたらいいと止めましたが、 娘はそんなことをしたら上級生に何を言われるか何をされるかわからないそんなことをしたらもう怖くて劇団には一生いけないと涙を流しながら必死に訴えてきました25歳の若さで生きる道を閉ざされ奪われてしまった娘の苦しみそしてあの日 どんな思いでで劇団を後にしたのかをと考えると胸が張り裂けそうです私たちは声を上げることもできずひたすら耐え耐え頑張り続けた娘に代わって常軌を逸した長時間労働により娘を極度の疲労状態に置きながらこれを見て見ぬふりをしてきた劇団がその責任を認め 謝罪することそして「指導」などという言葉では言い逃れできないパワハラを行った上級生がその責任を認め謝罪することを求めますこれが遺族の訴えでありますおそらく今いる人たち特有の問題上層部あると思います しかし、100年超える歴史の中でずっと続いてきたことでもあるでしょう。さあ、阪急どうしますか隅さん、阪急阪神ホールディングスの会長として、え阪、ー、神タイガースの優勝日本一、おめでとうございます。しかし一方で、阪急のこのブランドの中で、 続いてきた宝塚歌劇団が実は彼女だけではないですねこれまでにもずっとあったことを放置してきた阪急のブランドが今宝塚歌劇を通じて大きく毀損しています信じたくないとおそらく阪急を好きな人たちみんな思ってると思いますしかしこれが現実ですジャニーズの時と同じように 劇団の言う、隠蔽している劇団の言い分をそのまま垂れ流してきたマスコミの責任ももちろんあるでしょう。週刊文春に書いていることしか信じてはダメなんでしょうか。朝日新聞や毎日放送や NHK が報道していることを信じているだけでは、やはり本当のことはわからないということでしょうか、え。ー 今回の記者会見がどのような経緯で行われたのか今のところまだ分かっていませんただ、えー、仕事場ではありますが速報を見ましたので、えー、皆さんにこの遺族の訴えをお伝えし,なくしたくて、えー、ちょっと外へ出てきました、えー、この後も木原事件などお大手のマスコミが報じないままでいること大きな力に長いものに巻かれて忖度して えー、マスコミとしての役割を果たしていないことについて声を上げ続けていこうと思います。ではまた明日の朝刊チェックでお目にかかりましょう。失礼します。